ポーラーシュテルンはドイツ連邦教育研究省が所有する最標線。ドイツの極地研究機関であるアルフレート・ベーゲナー研究所によって運用され、南北領極地における科学研究に従事するとともに、観測拠点へ人員と物資を輸送する。鮮明はドイツ語で北極性を意味している。設計はハンブルク造船研究所。建造はホバルツベルケドイツ造船及び、 ノビスクルークによって行われた。船の運航は海運会社のエフリースが受け負っている。南北両局において調査、研究活動を行い、母港のブレーマーハーフェンに戻らず通年観測を実施する年もある。年間の活動日数は310から3 2 0日に、船体は二重船舶構造を持ちマイナス50度の環境で行動可能。能力は5ノットの船速で、 厚さ1.5メートルの海氷を連続採掘できる。船内には生物学、地質学、地球物理学、氷河、科学、海洋、気象観測など9分野の研究室があり、生物サンプルを収める冷凍室と水槽を備えている。さらに甲板上には調査内容に応じたコンテナラボの搭載が可能となっている。観測機器としては海底地形をプロットする。 マルチビームエコーサウンダー。三次元の超音波流速計。海水の温度、塩分濃度を計測する CTD。乾 CT 板上のクレーンは、船首、全乾板、5乾板、船尾の4機を装備し、200と観測機器の釣り化を行う。また船尾には、各種ウィンチを搭載して、サンプル最終機の検引などに使用する。搭載されている小型ヘリコプター2機は、 氷上偵察や科学調査に活用されている。2014年からは開評価の調査のためウッズホール海洋研究所が開発した無人潜水機2リットアンダーアイスを運用している。1982年に最初の南極航海を行い、研究者とともに基地設営資材と雪上車を輸送した。その後、 例年11月から翌年3月頃にかけては南極へ航海し、ドイツの南極観測拠点であるノイマイヤー基地などへの補給と南極圏の科学研究に従事している。1990年の東西ドイツ統一に際しては、東ドイツの南極観測拠点であるゲオルク・フォールスター基地の観測要員を収容して統一されたドイツに迎え入れた。1991年、 スウェーデンの最氷船デンと共に北極の調査公開を実施し9月7日に北極点に到達した。比較動力の船舶が北極点に達したのはこれが史上初であった。北極点へはその後2001年にもアメリカの最氷船ヒーリーと共に到達。さらに2011年には単独で北極点に達し氷の厚さの変化などを調査した。 1995年には南極のベリングスハウゼン海において知られていた海底地質の異常を調査し215万年前に起きた直径1から4キロメートルの小惑星衝突アートであることを明らかにした2000年11月には南極の HNLC 海域において鉄散布実験アイザニックスを実施し鉄を投入することで 植物プランクトンを大幅に増殖させうるという鉄仮説の裏付けを得た。その後2004年と2009年にも同様の実験を行い、海洋の二酸化炭素吸収を促進させる観点から研究を行っている。2008年の世界気象機関による国際局年共同観測事業には12カ国47名の科学者を乗船させて参加。 北極を周回する10.800会議を公開し、多岐にわたる北極海のデータを収集した。この公開によって、ポーラーシュテルンは北東航路と北西航路を一度に通過した初めての調査船となった。現在、ポーラーシュテルンはすでに洗礼が30年を超えているため、新しい祭標船の建造が検討されている。ありがとうございます。